森友問題をめぐり自殺した職員の元同僚らが私たちの取材に応じ、財務省の対応がおかしいと訴えました。スクープインタビューです。本当に彼がね、本当に死んでしまうような、そこまで追い詰めた、は何やったんやろうなって。よろしくお願いします。こちらに、はい、近畿財務局で働いていたこの男性は自殺した職員の同僚でした。実は実務の担当責任者なんですよね、彼はね。そして後輩に、現場の職員に聞いたんですけれども、やっぱり100時間を超えるような月ね、残業、そのための残業をずっとやらされて、そしてやってる仕事は何かというと改ざんという、まあ非常に、公務員にとって、見ればですね、本当にこうどうしようもないこう仕事をさせられると。ある職員の話ではね、見てる間にもう顔つきが変わってきた。どんどんね、自殺した職員が目つき顔つきが変わってきたっておっしゃってますけど、具体的にどのように変わってきたんですか？本当にね、明るいね、すごく声も大きくって、で言いたいことを、本当に彼はね、上の方からこうしろこうしろっていうことについてね、本当に自分が納得しなければ全部それをね、抵抗するいうか、はっきりものを言う。だからあいつが、本当に彼がね、本当に死んでしまうような、そこまで追い詰めた、は何やったんやろうなって。改ざん前の決裁文書には安倍昭恵夫人をはじめ複数の政治家の名前がありました。財務省の報告書では改ざんの動機は明らかになっていません。それが分かりゃ苦労せんのですよ。それが分からんからみんな苦労してるんですよ。私はもう今回の調査報告書では、なぜ改ざんが行われたのか、誰が改ざんを指示したのかと、ここのところを明らかにするっていうことが最も大事なところだと思うんですね。ところが調査報告書についてはそのことが曖昧にされていると。作ったものを、いわその墨を塗って隠すとかいうことは、提出を求められたときにね、ことがあったとしても、まるっきり作り変えてしまうということは、公務員として働いている者の発想としてはないですよね。上からの指示がない限りはとてもできないというふうに思いますね。で、現場が抵抗しているにもかかわらず、とにかく強引にやれということでやらせたということは、まあ異常極まりないですし、上下関係のその絶対に抗えない仕組みっていうのはあるんですか？ある程度は自分たちの意見は言ってもですね、その上にさらに本庁からこうしてろと、こうしてくれというふうに言われればね、それは対応せざるを得ないっていうのが現実ですね。決裁文書に安倍昭恵夫人の名前が入っていた、これっていうのは判断に影響はしたと思いますか？普通ですね、貸し付けにしろ売り払いにしろ、ごく極めてシンプルな書類のはずなんですね。それがですね、あんだけ丁寧に事の発端からさまざまな人の名前やその行為がきちんとこう時系列で並べられて、誰が見ても分かるようにする、やっぱりみんな必死に、まあその現場の職員の人たちは考えて、ここはちゃんといっぱい残さなあかんという意識があったんちゃうかと。あと、そもそもの、その
8億円の値引きの根拠ですよね、はい、具体的には検査員はその根拠を確認することができなかったって言ってるんですね。もう少しきちっとした調査をしない限りですね、納得はできないと思いますね、はい、とてもじゃないですけど国会や国民に対してね、十分分かるような説明というのはされてないんじゃないでしょうかね。我々国民に対してはしていないんじゃないでしょうかね。森友問題について問われた麻生大臣は、これまで既に説明的には果たしているというご認識でしょうか。はい、私どもとしてはこれまで通りできる範囲のことできちっと東電対応といろいろさせていただいたと思ってますけど、今でもその国税庁長官任命したことに関して間違いはなかったと。はい、そう思ってますよ。で、佐川という人物に関しまして、私どもとしては行政官として極めて有能な行政官だったと。責任の取り方に財務局 OB の胸の内は、財務局の職員はね、みんな公平でね、公正で民主的な財務行政を遂行しようという気概とね、誇りを持って日々生活しているんですよ。麻生大臣は今度の、就任にあたって、この前の理財局長は有能な公務員だったというふうに褒めたたえたんですよね。そんなことがあっていいのかと、国会を欺き、国民を欺き、犯罪行為に等しいことをしてかした人を有能な公務員として評価をするというようなことがあったとしたら、この亡くなった職員は一体何だったんだという、真相にね、全然たどり着いていない今の状況を財務局の職員の皆さんはどんな思いでいらっしゃるんですか。50年近くこう勤めてきた本当に愛すべきね、この、まあ、全て人生過ごしてきた仲間たちと過ごしてきた仕事を誇り持ってやってきた、その職場がもうそんな疑惑を持たれて全然説明できない。麻生大臣がね、あんな態度でね、ずっと大臣であり続けるって、自殺した職員知ってる周りの人とか近在の職員、関西部の職員にとってみたら本当にね、これもう耐えられんと思うんですね。財務局 OB へのインタビューの翌日、麻生大臣は、財務局 OB が実名顔出しでテレビ朝日のインタビューに応じて、麻生大臣が10月5日の会見で佐川元理財局長について有能な行政官だったとお発言されたことに、麻生財務大臣があのような態度で大臣であり続けるのは自殺した職員を知っている周りの人や職員が本当に耐えられないなどと思いました。受け止めをお願いいたします。そういった意見もあると思います。え、そういった意見もあるということを伺っておきます。それしか他に言いようがありませんな。そういった意見もある、そうじゃない意見もありますから。麻生大臣ご自身の大臣としての資質をどのようにお考えになるのか、改めてご認識をお願いいたします。私の大臣に対する資質については、これは私を大臣に指名されたのは私ではなくて、これはご存知かと思いますけれども、大臣の選任するというのはこれは総理大臣の専権事項ですので、それはどうかというのは総理大臣に聞かれた方がいいと思いますね。私自身としては、私自身として自分のことを自分で評価するというような立場にはありませんな。大臣、6月4日の会見でそれが分かれば苦労しないと述べたままの状態になっていますが、昨日その自殺者職員の元同僚らは今なお真相究明を求めていました。受け止めをお願いします。答えは以前申し上げた通りです。それ以降何か分かったこと、大臣のご見解として動機がこうじゃないかと思う部分についてはないでしょうか。今特にそれ、あれ以後あとで分かったという事実を聞いておりません。二度とこうしたことが起こらないように再発防止策を講じ、組織を立て直していかなければなりません。麻生財務大臣にはその先頭に立って責任を果たしていただきたいと、このように考えております。